エリシュカ・プシェミスロブナは、ボヘミア王および、ルクセンブルク博予ンの最初の日、ポーランド王も兼ねたボヘミア王バーツラフ2世の娘で、母はドイツオルドルフ1世の娘言った。エリシュカはチェコ5名で、ドイツ5名ではエリーザベと、ポーランド5名ではエルジュビエタ。兄バーツラフ3世は1301年に、ハンガリーの王位につき、 バーツラフ二世が1305年に死去すると変わって、ポーランドとボヘミアの王位を継承したが、翌1306年に暗殺されて、プシセミスル朝最後の王となった。その後、ポーランドでは、ピャストアサが復活し、ハンガリーでは、バイエルン公夫を三世の短い在位の後に、アンジュアサが起こった。ボヘミアでは、エリシカの姉アンナと結婚したケルンテン公ハインリヒロ世と、 バーツラフ2世の五歳陸サエルジュビエータと結婚した、オーストリア公ルドルフ3世が王位を争った。ルドルフは1307年に占領死したが、ケルン天皇の即位を認めない、ボヘミア貴族の格索によって、ルクセンブルク家の神聖ローマ皇帝ハインリヒ7世の息子、ヨハンをエリシカと結婚させ、ボヘミア王に迎えることが取り決められた。1310年、ヨハンは、 軍勢と共に、ボヘミア入りし、エリシュカとプラハで結婚した。ケルンテン皇夫妻は、ケルンテンへ逃れた。翌1311年、ヨハンの戴冠式が行われた。夫ヨハンが外国人であり、また不在がちであったことから、プシセミスル家の王女である、エリシュカは、ボヘミアの貴族たちによって、政治的に担ぎ出されることになった。 これに対してヨハンはエリシュカが貴族と陰謀を格作したとして、1319年に長男で3歳になるバーツラフをエリシュカから引き離した。しかし、ヨハンはその後もエリシュカとの間に三子を設けている。1330年にエリシュカが死去した後、ヨハンは1334年にブルボンコール一世の娘ベアトリスと再婚した。エリシュカは、 ヨハンとの間に四男三女を設けた。ありがとうございます。